古民家ナビにようこそ。ナビゲーターの前澤です。今回は栃木県日光市に残る旧会津西街道の宿場町横川宿を旅します。この横川宿は戊辰戦争の際に会津と官軍との間で横川宿を巡る攻防が3日の間繰り広げられたと言います。住民はこぞって会津藩に味方したとされ、ここを突破されると陸奥国に入るため会津勢の攻勢は凄まじく、新政府軍も苦戦したと伝えられています。さらに遡れば、直江兼続が関ヶ原の戦いの際に横川宿に兵300名を配置したとも伝わります。今宿場内を歩くと無住になった家や廃屋が目立ちますが、それでも当時の宿場町の雰囲気が残っています。この横川宿で戊辰戦争の頃にタイムスリップすることが今回の目的です。それではしばし異次元の世界にさまよってください。またお会いしましょう。
翌川宿はいかがでしたでしょうか。うまく幕末にタイムスリップすることができましたでしょうか。以上で翌川宿からのリポートになります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は新潟県からかやぶきの里荻の島をお届けします。できましたら高評価とチャンネル登録お願いします。